やスティブぶ、韓国은上화를내는のか今日の動画タイトル、韓日の国、韓国、また起こっている。今日はこれについて話したいと思います。1ヶ月前のニュースを簡単に確認して話をしようと思います。記事のタイトル、 次期首相が有力視されている岸田。慰安婦合意、守るべき。ボールは韓国へ。記事内容のポイントだけ少し読んでみます。岸田元外務省は、9月18日、日本記者クラブ主催、自民党総裁候補討論会で、2015年、日韓慰安ビ・合意に関連し、韓国が、 こんなことさえ守らなければ、未来に向かって何を約束しても未来は開かない、とし、ポールは韓国にある、と宗教した。さあ、この発言について怒こっている韓国と韓国人たち、韓国が起こる理由はあるだろうか全くありません。本当に単純な状況です。 国家間の合意をしたのに合意が発揮されたら発揮した側から対策を持ってくることは個人間の対話でも当然の考えです。しかし韓国ではこの発言さえも問題視し岸田総理に対して悪口を言っているのです。なぜ問題になっているのだろうか。この点は実は 前の動画の一部と通じるところが多いです。前の動画で私が話しした部分をもう一度お話しします。多様な社会問題と自然現象。国ごとに種類は異なるだけで、世界中どこにでもある問題です。そして、どんな国であれ、まず、その原因を自国で探し、その原因を 解決するための方法を自国で探そうとすると言いました。そして解決方法に他国と関係があれば、その時になって他国と対話を始めるわけです。と言いました。しかし韓国は最初から問題の原因と解決方法を自国ではなく他国で探そうとします。 今まで、そうしてきたからでしょう。やすぴゅう、韓国은왜화를내るのかつまり、自国だけで自立したことがないから、他国から、問題の原因と解決方法を自国内で探してください、と言われたら余計に起こるのです。数千年間、四国の上国、 その後のロシアの干渉。それ以降、約35年間日本の整備、そして今はアメリカの助けによって韓国は発展してくることができました。つまり、韓国は今まで身近な開拓したものがありません。問題の原因を探すことも、解決することも何も。 このような韓国の根本は結局韓国人にまで影響を及ぼしたがそれはまさに本人が何もしなくても誰かが代わりにしてくれるというどうにかなるだろうという漠然とした考えですこのような考えは当事者に限って自国内で本人だけが被害を受けたら問題ないのに 日本は韓国に近くあることで多くの被害を受けたし受けています。自国のことであるにもかかわらず、他国が代わりにしてくれなかったから生じた様々なトラブルについて、韓国はすべてを日本の責任で回してきたし回しています。そうやって今まで多くの利益を得ました。 まとめて言うと、韓国が身近らしたことは何もありません。こんな韓国という国で暮らす、韓国人たちの個々人でさえ、工事の問題の原因と解決方法を他人から探そうとします。こう考えることによって、一生、問題の原因も探せず、解決にならないことも当然です。他国との 関係というのは事実だけを追求するのが最も理想的です。嘘はまた別の嘘を生むので事実を前提に話してこそ信頼できる関係に行けます。実際、日本は事実のみを追求するだけです。しかし韓国は事実を受け入れる勇気はむしろ逆に日本を叱責します。 韓国は今まで本人がしてきた嘘を隠すために続けて嘘をついています。お願いもしてみたり、怒ってみたり、幸せなふりもしてみたり、残念のふりもしてみたり、あとには泣きふりでもするのかなとにかくこうやって必死的に嘘を隠すための芝居にすぎないんです。そして、 この演劇は終わりません。すでに本人たちさえ手をつけないほどあまりにも遠く来たので韓国は演劇を止めません。むしろこういう演劇を見て現実だと信じる日本人たちが増えることを知ってすべての日本人たちがこの演劇を信じるようにこれからももっと必死的に嘘をするでしょう。 韓国が問題の原因を作り続けるということです。つまり、日本と韓国の間のすべての問題は、韓国に原因があり、韓国でしか解決できません。解決するには、もう遅いですが。日本人の皆さん、韓国にいかなる感情を持ってはいけません。韓国人の認識には価値がないということを、 辛いかもしれませんが、認めなければなりません。そうしないと、皆さんが大変な思いをします。それが、ご自分はもちろん、韓国のための最も理想的な方法だと思います。그럼오늘영상은、よぎそしまい하겠습니다。